はい、皆さんこんにちは、カイカイです。ちょっと PS5 見てください。買えましたよ、やった。現在ね、この動画の投稿は、ちょっとその実際にこの動画を撮影してからしばらく経った後になるんで、実はですね、この動画の撮影時間、現地時間、アメリカの方の現地時間、朝1時15分となっております。ベッドでゴロゴロしてたんですよ。で、ベッドでゴロゴロしてて、で、ツイッターね、くるくるってやってて、で、そろそろ寝るかって思って、携帯の電源をカチッてやった瞬間、ブーブーなって、なんだろうと思ってパッて見たらツイッターの通知だったんですよ。で、パッて開いてみたら、通知の内容が、今アマゾンで上がってますよっていうやつで、でそのままアマゾンに直行したんですよ。でそしたら大変なことになってて、この PS5 コンソール押してやるじゃないですか。でまだ在庫ありますね。でそうカートに加えるって押すと、こうやってなんか変なことが起きてるんでダメですってねなって、これ20回ぐらいやったんですよ。もう全然ダメで、うわどうしようと思って、で下の方によく一緒に買われてるやつっていうのがあったんですよ。でこれ全部カートに加えたらどうなるかなって思って、こうしたんですよね。そしたら全部カートに入ったんですよ。でそのまま購入っていうね。やば、もう一個買おうかな。どうしよう、もう一個買おうかな。2個買って、片方はいろいろね、面白いことをするためのモッド用的な感じとして取っておきたい気持ちもあるんですよ。その例えばパネルを取り替えたりとか、あとはいっそのことね、プレゼント企画的なものをしてしまったりとか、面白いかもしれないと思いますんで、そういうことをするために2台あって損はないと思うんですよ。どうしよう、怖いなぁ。これが力というものか。というわけで、とにかくですね、多分買いません、これは。いずれにせよ、とりあえず PS5、買えましたという話です。近いうちに、開封動画的なもの出すと思います。ついに筋トレ動画も出します。結構前の配信なんですけどね、PS5 が届いたら、PS5 で筋トレをする動画を上げるって言っちゃったんで、そのくだりをやります。まあ、短いのやつにしまおうと思いますけどね。というわけで、ちょっと、まあ、本当に短い報告動画ですが、ご視聴ありがとうございました。やったぜ。